超かわいい私の推しコン紹介します。じゃーん、じゃーん、なにこれ。こちら黒肩ゾウムシです。足の裏に細かい毛があることでツルツルした場所でも自由自在に歩くことができるんです。可愛いと思ったポイントはですね、このテツ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 に歩くんです。最初出てくる時とかみんな声で出てくる。壁も歩けるし、壁もあるし、こちらもある。みんなこのバイオリンカマキリちゃんをペットにするならなんて名前をつけたい？ストラディバリウス。すごいかっこいい名前なんだけど。バイオリンだし。会場に売っている超かわいいグッズを紹介したいと思います。やったー、青虫組です。飴とかだったらいいけど、うん、この弾力のある感じがまた何か想像をしてしまいそうです。うん、わかる、それは。むしびらかしてる。あ、気持ち悪い。味は美味しい。すっきりした、青りんご味。うん、